達成さん大丈夫ですか。鶴見の野郎は鶴見自ら命を絶ち上がったか。終わっちまったよ全部な。何かをつかむために戦う、邪魔なんてされれば歯向かう。未来ってやつは自分で作る、世界を必ず動かす。男として俺生まれたから、あえて茨の道へ進むから。一度きりの人生だから、いつかは掴むあの札束。生まれたからには勝つから、生まれたからには勝ち上がるから。始まったばかりだここから。1週間前に現職の東京都知事鶴見忠氏がミレニアムタワーより飛び降り自殺を図り死亡しましたが、鶴見都知事が推進していたカムロベガス計画にまた新たな不正行為が行われていたことが判明しました。数々の不正行為が暴露されて、計画は一旦変更を余儀なくされることになりそうです。読むか。なんだよこれ。これか。俺たちの業界風に言えば犯行計画書かな。でも表紙には予言の書と書いてあるがな。予言の書、まさか亮の。うん、読まないならこのまま証拠品として持ってくぞ。勝手に持ってけよ。しかし予言と称してかなり悪どいことをやってたみてえだな。困ってる依頼人を自分の息のかかったカジノに連れて行って、さも予言が当たったように見せて信じ込ませる。そして高額の報酬と引き換えに依頼人に予言を告げ、その通りになるようにアシュラを使って力ずくで動いていたようだ。そりゃ的中率も高いはずだぜ。未来を占ってたんじゃなく計画を実行してたんだからな。予言か。そんなもんで簡単に騙されちまうんだ。人間っていうのはつくづく弱くて儚いもんだな。ああ。しかし犯行計画のメモのあちこちにお前さんの名前が出てくる。やはりお前さんがアシュラに勝つことを恐れてたのか、それとも占い師っていう商売の邪魔をされるのが嫌だったのか。それは違う。あいつは亮は、うん、ただ俺やドラゴンヒートの連中を見ていて忘れ去ろうとしていた昔の自分を思い出すのが苦しかったんだきっとな。でも最後は思い出した。なるほど。だからお前さんは今生きてる。でも死んでてもおかしくなかった。やっぱりたまたま生きてるだけだ。そうかな。亮は命を張ってお前さんを助けたんだろう。それがたまたまか。確かにそうだよな。いけねえぜ、俺が忘れちまうとこだった。何が。俺はたまたまじゃなくてよ、この拳でどこまで自分の未来を変えられんのか試すんだ。やっぱそれしかねえ。そうか。だが無理するなよ。いや無理はするぜ。じゃねえと本当に欲しいもんなんて永遠に手に入るわけねえ。お前らしいな。ま、それが右京達也だ。当たり前だ。俺の運命は俺のもんなんだ。じゃあ、俺は行くぜ。